左の線路でございます。体を流します。風鈴桜ペットボレザおゆきさん八巻の出入り事務所パナソニックエイワーズ、おっと自衛隊を申し上げます。生きがいを感じてしまったという、映画作家を目指しているんでしょうか。映画作家、僕は映像作家に憧れているんでしょうかね。もうなんかあげない方がいいことに気がつきました。今日ちょっと動画にちょっとだけかけてみます。動画が悪いと気づくまでやります。動画は人口を増やさないと気づくまで、いや増やすかもしれないという。ちょっとしたボランティアもちょっと疲れるからやめようかなと思ってるんですけど。
ちょっと、まあ、ちょっとしたボランティアはちょっと疲れるんですよね、正直。僕ちょっと横山光輝先生のちょっともらいましたけど、鉄腕とも鉄人28号もね、疲れるんですよね、ちょっとしたボランティア。でも皆さん、まあ、ちょっとしたボランティアやるとなんか面白いかもしれないな、思うという。ちょっとやってみます。今日も行ってみましょう。堂々と行ってみましょう。堂々と行ってみましょう。僕はもらってないですけど、なんだろう、僕はほぼもらってないです。あれ、なんだこれは、衝撃的じゃないですか。しかしあまりはもらえません。体力が、体力を、体力を削いでまでもやってはいけません。少しぐらいでいいんです。ちょっとだけにしておきましょう。加藤茶さんのちょっとだけを思い出します。ちょっとだけもらいました。体力を削ぐほどやってはいけません。体力を削ぐほどやってはいけません。残りは他の人がもらってはいけません。シスナムの方は全部保管しておいてほしいです。保管しておいてください。僕は一袋だけもらいます。なんと今日は小説文庫本が100冊以上も出てきました。僕のせいでしょうか。しかし体力の関係であまりもらえません。2束だけ、これは全部あげたいと思います。もらいたいんです。本当はもらいたいんですけど、教育の名のもとにあげるしかないのです。悲しき教育者ということで、教育学部大学の生でございます。